い、始まりました。大輔さんの部屋でございますよ。はい、よその部屋ではありません。というわけでね、日曜日のお昼12時半からやっておりますね、FM 那覇。私ね、移住6年目になりました、4月から。すごいですね、いよいよね。2015年の4月に来ましたから、6年目、丸5年経ちました。元芸人の作家の松野大輔がお送りしております。音楽トーク番組でございますけどね、音楽と関係ない人もほとんど出てますが、今日は久しぶりでね、この人が帰ってきてくれました、この番組にね。もうミュージシャンでございますけどね、お笑いとミュージシャンがこう合体したような楽しい人ですけどね。いつも日本中を駆け回ってる沖縄の人気バンド檜山商店なんですけども、今暇だそうです。なぜ暇かというとですね、まあ皆さんもご存知の通りですね、まあいろいろウイルスの影響でですね、まあいろいろ自粛でライブがねできなくなってしまったということでございますけどね。でも今スケジュールから言うと、あの檜山商店はやはり沖縄の祭りが多いですから、まあ今は曲作りのシーズンなんですけど、これからね、いよいよ5月とかゴールデンウィークはどうなっていくのか、非常に不安な日々を過ごしながら、遊びほけてるという感じの、釣りとかやってるっていう感じの人です。檜山商店の涼佐さんがまた来てくれました。帰ってくれました。暇です。暇だよ。涼佐です。でんでんが入ってくれました。はい、涼佐です。ありがとうございます。いやー、暇ですね、大輔さん。いやーね、イベントも中止になってる、軒並み全部です。2月3月、まあ2020年のね、はい、まだね6月がちょっと残ってるんですけど、多分もう俺的にはもう多分、ああそことか、中止になるんじゃないかな。6月はまだ先だから、まだ保留っていうか、そのままに生かしてるわけだね、スケジュールをね。いやでも僕的にはまあ危ないじゃないですかね。そうだね、多分中止になると思いますよ、ものによってはね。はい、その辺はね、みんなね、まあライブハウスの人なんか頭抱えてね、本当今エンターテインメントマジやばいですから。そうだね、はい、あの1メートル以内に人がいないものってないもんね、だってね。そうなんですよ、ね、J3 だけやっていいって一時期言ってたけど、あれ客が空いてる、失礼だろそれ。失礼だろそれは。本当っすよ、でも本当にどうしてる、みんなどうしてるんですかねと思って。うんね、もう家にいるから、うん、気まずい、家で気まずい、気まずい、なんで嫁に気まずい、普段いないお父さんが何で言うんだみたいな。もう今曲ばっかり作ってます。あー、なんか仕事が落ち着いた売れないコメディアンみたいな感じで、お父さんまだいるよ今日もみたいな感じになっちゃってるわけ。でも子供と出かけてんでしょ、意外と。子供とはもう休みの、だから今、はい、ずっと子供と遊べてなかったんですけど、今、うん、遊べて、そうだね、もう今一番いいかなっていう。今ずっとね、これまではずっと日本中をね、全然、はい、飛び回ってたからね。そうなんですよ、だいたい年間スケジュールかなり飛んでるでしょ。全然、去年なんか全然いなかったですもん、家にでしょ。全然ないです。まあだいたい沖縄と名の付く、はい、イベントとか祭りには必ず檜山商店出しとけば盛り上がるだろうみたいな。いや、ありがたい話ですね、ノリがあるでしょ。はい、やってましたね。どうなるのかね、6月のコンサートとかもね。でも檜山の場合は野外だからどうなの。じゃあ、いい、多分でも密室じゃないよ、野外あるんですけど、うん、やっぱり、はい、たくさん来るんですよ、1万人。もちろんもちろん、だから子供じゃなくて、このお客さんに対してではないですかね、この。あ、そうかな、多分そうだと思いますよ、うん、密室ではないけどね、一応ね、はい、まあ、たくさん人はいる。そうなんですよ、いるけどね、まあ、あとあのメンバーはじめみんな唾は飛んでるよね。いや、めっちゃ飛びます。で、演者はでもステージ上なんで、うん、大丈夫かなと思うんですけど、お客さんが多分だから感染しやすいじゃないですか。お客さんたちが全部浴びてるからね。そうなんですよ、 いろんなものをね、上には多分飛んでいかないんで。そうか、だからお客さんに対して配慮じゃないですかね、と思いますね。あとね、まあ、こんなね、うん、言っててもしょうがないから、この間そういえばあの松崎しげるさんとちょっとインタビューした時あったんですけど、嘘でしょ、若いミュージシャン集めてどうしようどうしようって座談会やってるっつって、今です、このコロナのあれです。そうそう、どうしようどうしようっつって。マジでも今配信です、やっぱり。ああ、そう、アイデアがないとダメだよな。僕は自分で家で、はい、まあ、生配信でも収益にはならないですけど、生配信してるんですよね、うんうん、でも、うん、これが今、はい、生配信の場所があって、うん、いろんなファンから、うん、やっぱどうにか、ファンも分かってるんですよ、僕らの。あ、そうか、大変だろ、大変だよっていうの。だからこういう収益がある、うん、この投げ銭ができるサイトがあるよっていうのがいっぱい送られてきたんですよ、うん、あるの、そういうのがあるんですよ今で、うん、いろいろ調べたんですけど、でもなんかあんまり、うわ、いいなと思うのがしっくりくるのが、ね、うん、なくて、うん、一つだけでもあったあったんですよ、ミューザーって言って、うん、MUSER ミューザー、いろんなものあるんだな、うん、調べたら代表、うん、ちゃんと代表の名前も書いてあって、はいはいはい、ジロクって言うんですよ。え、誰、ジロク、名前がですよ、ジロク、ジロク、ええ、ジロクって石垣島の名字なんですよ。あ、もうすぐメッセージ、すぐ直接メールしたんですよ、この会社に、うんうん、すいません、うん、石垣島出身の檜山商店と言います、はい、今コロナの影響でもう大変死活問題なんです、僕らって、はいはい、お願いします、ミューザー
ぜひなんかいろいろ聞きたいんで、うん、相談させてくださいって送ったんですよ、はい、そしたら、うん、返事が来て、うん、はじめまして、うん、涼沙さんはじめまして、はい、私も石垣島出身です、やはりの後輩です、もちろん木山書店知ってます、うん、知ってるでしょうね、石垣出身なら僕ら今ズマン行ってもカラオケで歌ってます、盛り上がりますっていうので、うん、ちょっと待って LINE 交換してすぐまたメール打って、うん、で LINE 交換して今やり取りしてるんですよ、じゃあそこでやるかもしれない、なんていうとこ、はい、ミューザ MUSER、うん、で彼の代表の名前はジロクです、ジロク、はい、なんか一つ間違えると地獄になっちゃうけどジロクです、ジロク石垣にあるいるんですよ、どんな G ですかジロクって、次、まあ、次ですね、次、はい、次に次が G ですね、ローはジロク、あ、口になんていうか漢字3文字だ、ゲロ音声のローか、違うロー、ああローね、はい、口にお風呂のロー、お風呂のローだ、それを言ってくれよ、お風呂のローです、ジロク、クは9です、あ、下、へえ、ジロクって、ああ、おろくの6じゃないわけね、違います、ロックになってるわけね、はい、ロックでいいじゃない、ちょうどジロクね、地元ロックだよ君、あらあげるそれ、マイク割れましたけど、すいません、あげるそれ地元ロックっていうことで、でこの配信してください、今やり取りして、はい、なんとここ、うん、いいんすよ、なんか入場料も取れて、入場料、入場料取った方がいいみたいですね、やっぱただでやっちゃうとみんな見ないみたいなんですよ、あえて、ああなるほどね、ありがたみもあるしね、ここはみんな告知して、いついつから、うん、いついつから配信が始まりますよ、チケット購入よろしく、うん、チケット買った人しか見れないんですよ、うんうん、のもあってっていうのもできるんですよ、それ、ね、要するにスタジオネットライブってことになるわけね、だから例えば、うん、この、まあ、僕ら石垣島にいるじゃないですか、はいはい、で石垣島帰った時に、うん、石垣島からもできるんですよ、この機械があれば、この機材があれば、あ、機材ってパソコンで、パソコンといろんな機材揃えないといけない、まあ、ちょっとあるのか、いや FM 那覇でできるじゃないですか、あ、ジロクさんと組んで、あんた自分の番組持ってるじゃないの、こう FM 那覇に、このジロクさんのところのサイトを使えばこの投げ銭、あれシステムが使えるみたいで、入場はね、まあ FM 那覇でやるかどうかはともかくとしても、と要するにスタジオとか、まあ、うん、あるいは自分家とか、自分家とかで音が出せるところで、そうそう FM 那覇だ、熊さん俺いいこと思いついた、あ、いいっすか、いいね、いいっすか、それできるかもしれないじゃない、じゃあ いいっすね、ね、はい、この後自分の番組の生放送の中で収録だと、多分このほらこの、ええ、この映像があるじゃないですか、これでできるんです、多分これで、ああそうなの、映ってる、はい、要するに入場料ってことは要するにもうあのネットで見るチケットってことだね、そうなんですね、ね、だからあの途切れさせられないから、はい、ちゃんとしたシステムのね、そうですそうです、ところ、ジロクさんのところじゃないと、俺も完全に覚えてしまいましたけど、はい、そうジロックさんのところじゃないとできないわけよね、そう、大輔さんもぜひ、はい、ジロックさんのところで、ジロックさんのところで、地元ロックのミューザーで、はい、あ、そうなんだ、今それでもみんなもう そういうの動き出してるね、はい、間違いなく、間違いなく長引くだろうと思ってるから、だからいろいろ動き出してる、だから例えばお笑いの人たちも大変と思うん で、うん、そこを使えばまたお笑い生配信ライブ、笑い声がないとちょっときつい、ね、きついからな、吉本がやってますよね、あ、そう、はい、無観客、無観客の無料でやってて、はあ、無観客のお母さんと一緒見て涙ぐんだもん俺だって子供誰もいないのに お兄さんとお姉さん踊ってたわよこの間、いいですか、無観客、今すか、無観客、そうだよね、まあそうね、集めらんないもんね、無観客、誰とも一緒じゃないのよお母さんと一緒って言いながら、本当に、まあそういうふうになっちゃうからね、音楽はそうやった方がいいよ、いろんな場所で、ですよね、まあ、FM 那覇みたいなスタジオもあれば、あるいは今日はちょっと外に機材を置いて、うん、あ、それもいいですね、石垣島の、まあ、ビーチからやってますとか、うんうん、まあそういうこともあるでしょう、ね、いいかもしれんですね、それも、まあ、そのアイデアを出さないとね、あるいは人によ、はい、バンドによっては、いや、ライブハウスのためにライブハウスでやってますと。あ、そうそう、それでもいいですね、アウトプットでやってますとか、そうそう、あ、カメラも3台ぐらい置いて、ね、はい、ハンディとかで撮ってます、まあ、そういう風にやらざるを得ないよ ね、ヒューマンでやったり、まあ、いろいろいっぱいありますから、ね、客席映したら客いたりなんかしてね、あれいるじゃないかみたいな、入れてんのかお前ら、スタッフね、スタッフ、スタッフです、スタッフです、はい、あくまでスタッフですって書いてある T シャツのお客がいたりなんかして、ね、そうそうそう客いたらダメですかどうにかなんかできないかなとは思ってますけどね、そうなんです、あ、そのアイデアが問題ですね、これからね、はい、問われる。でもさ、はい、あの、こういうふうな騒ぎになったのは、うんうん、あの、これだけネットが充実してる時代で良かったよね。そうですね。なかったらもう何もないよ。なかったらもうやばかったですよね。完全にない。もうなんかのろし上げるとか、なんかそういう感じで歌うとかね、やるしかなかったから。いや、なんもないですよ。なかったら俺たち何もできないですよ。うん。あの動画でイタリアだったかどっかで、うん、あのビルの屋上でエアロビクスの人が踊ってて、はい、周りもマンションだからベランダに出てきてみんなで踊るみたいなことを。やってたけどね、なんかビートルズの屋上でやるみたいなノリだけど、そういうね、シチュエーションがあればいいよ。
なるあその踊ってる人たちは何人かで踊ってるんですか？一人ですか？一人でエアロビクスが、周りはもっと背の高いマンションに囲まれてて、見てくださ い, いそれぞれ自宅にいるけどベランダに出てくるわけ。うわ、まあ、外国ってそういうことやるよ ね,、まあ、そうですね、欧米ってね、意外と、まあ、そういうことを許してくれる と,、まあそうね、ところもあるからさ、いろいろアイデアを考えてやらないと、うん、そうなんですよ、難しいですね。だから動画でねお金が入るようなシステムになればね、まだねそこだったらお客さんも安心じゃないですか、家で見れるから。そうそうそう、まあそこだよ、多分お客さん、僕がお客さんだったらちょっと怖いんですよやっぱり、うん、え大丈夫かな、この中に一人かんいるんじゃないのとか。ああそうかそうか、まあ、それも怖いじゃないですか、うんうん、だからそれも安心して見れるから安全で、で俺僕今から 5G になるでしょ、うん、5G になったらもうこれが結構流行ってくるんじゃないかなと思って。流行ってくるだろうね、まあ本当に VR みたいなやつとかね、うん、そういうのも駆使してあれ見てほしいです、うん、大輔さん何を。国の総務省があるでしょ、うん、総務省が作ってるプロモーションビデオがあるんですけど、うん、5G の見てほしいっす。そんなすごい金かけてやってんだじゃん総務省。それで、うん、5G でいろいろなことができるんですけど、ライブもやってるんですよこれで。へえ、ちょっと見てみよう。じゃあ国が作ったこの 5G のプロモーションビデオ、このラジオ聞いてる方もぜひ見てほしいよくそんなの見て知ってるね。 5G がちょっともうこれから 5G だと思ってるんで。ああそうかそうか、はい、あそういうのね、もうほんとスマホ小さいやつでも 5G でね、そうそうそう、いいなあ、まあ、そこだ 5G 絶対売れるよね、うん、やばい。ただ電磁波が怖いですけどね電磁波どうなってんだみたいな、まあはい、そうですね、はい、まあ、そういう活動もねやっている、はい、やらなきゃいけないヨーサーさんでございます、はい、けどね、今日はねギター持ってきてくれた。そうですよ、いいギターだなあ。いやこれね、これテイラー、いい音してるアコギ600万台でぜひ動画で見ていただきたいけど、これは今使ってるんですか、はい、これはあの KM 商店でレコーディングは必ずこれで、ヤイマモンキーもこれでレコーディング用、レコーディング用です。まあ、弾き語りソロでやるときはこれですかね、うんうん、あ自分でね、はい、とかなんかいい、その何年 もうだいぶ年季が経ってる感じ、うん、何年もんすかね。いやこれでもあれなんですよ、んこの中古で買ったんですけど、あ中古で買った、ヴィンテージものだったね、はい、あめちゃくちゃ好きで。そうですか、はい、今日俺のこのギター、これが補填モデルもどき補填でしょこれ、僕がテープ貼れたいぐらいですよこれね、これならもう国際通りのねマキシ の宝レコードで、はい、あね、あって見てね、で屋台村が違うじゃないですか、屋台村で飲んでるし、うん、やっぱ買おうかなと思ってね、一回置いたんですね、一回置いたんですよで屋台村で飲んでて、はい、ダメだよねああいう時飲んじゃ、うん、行っちゃうかと、でファミマで金下ろしてね向かいの、いやいやこれでも勢い大事ですよ、ギター買う勢いは、勢い大事、絶対大事ですよ。そうかな、でも 何かもしれない勢い大事と思います、うん、じゃあ勢いなかった買ってないです、それで、ね、フェルナンデスでしょ、えそうそうそう、前もフェルナンデスよ、もうフェルナンデスよく覚えてるね、ストラートね、はい、ストラートあれは中古で買ったやつだけどね、安くね、これはもう買いました、もうあれがちょっとガタガタ来るだろうという、今日はねそれでギター2つありまして、まあこちらはね5、6万円が 4、5万になったやつですけどもこちらはまあリーズナブルなお値段でやってますけど、今日はねあの私も去年ねほら三河健一郎さんとあの、ね、20周年の CD 作って、ライブ行きたかったんですけどね、あ本当に、はい、あそうかそうか、あ今度出てね、いやりましょう本当に、前からやろうって言ってるじゃないですか、そうそうそう、でもなかなか合わなくてこれコロナになって、今度やれるでしょ今度あの小さいとこでもあの、はいはいはい、やれるってね、あのそうなんですよ、みんな客はあの1メートル離しますから1メートルずつあのテーブル置きますから、ね、それ大丈夫ですから、ほら本当どうにかしてほしいですよねあの単位を測りますから皆さん、はい、もうあとあの高齢者もいるんで血圧も測ってきますこれでね私が曲作ったお母さんの歌とかね作って3曲入ってやりました、ちょっと見せてください、はいはい、あこれ知らない、いやこれ知らないです、マネージャーさんにはこれ持って帰ってください、ぜひ、これ自分で作って自分でここで演奏して、どこで撮ったんですか、ここで、そうそうそう、特別にねちょっとやらせてもらって、いきなりわーってやってすぐ、まあ、番組の企画みたいな感じでね、それでやってで美香さんは歌だけ歌ってこれはえ誰が作る、健一郎さんが歌詞ですか、いや違う俺は詩書いて、え曲書いて、あマジっすか、自分で全部演奏して、大輔さんが、そうそうそ そう自分で演奏して、あとドラムマシンのチャーリーっていうのがちょっと入ってるけど、あのあれでしょ、あのオープニングのやつでしょ、いやあれはタブレットくんだから、あそうなんですあれはタブレット のメトロノームみたいなやつだから結構いい音してるけどね、それやってたんですよ、はい、でね、まあ結構お母さんの歌でいい歌なんですけど、うん、まあ、曲を作るのはなかなか難しくてね、やっぱり詩をよく書いてるんでね、詩が難しいですよ、そうなの、私はほら文筆家だから、いやもう羨ましいです、詩がもうたくさんあります、詩は、詩が一番僕らは詩大事なんで、うんうん、曲はいくらでもできるんですよ、
曲はあれでしょ、前言ってたけどメンバーが集まってミーティングで詩があればもうつけちゃ う, もうすぐできます。そうなんですか。詩が全然できないんで、うんうん、曲はいくらでもありますよ。これね、この美香さんのやつは詩も曲もまあ自分の曲なんだけども、はいはい、曲をつけちゃうと結局その詩っていうのはもう限定されちゃうじゃない。まあまあそうですね、その曲で、はいはい、あ、それって俺にはもったいないのかなと思って、やっぱり曲の才能はあんまりちょっと、まあ音楽的才能がちょっとあれかなと思って、詩だけ書いて詩を自由にしてあげたくなったわけよ。ちょっとなるほどなるほどね。それでね、今回はですね、なんと涼沙さんに、うん、私の詩を託しまして。そうなんですよ、もらいましたね、2つ送りましたね、はい、2つ、どっちもめちゃくちゃ良かったんですよ。そう、本当に、はい、ただこう内容から、内容というかこの、はい、見てるとやっぱ、泣いたってがやっぱ大輔さんの、一番の推し曲なのかなと、俺は感じましたね。わかりました。はい、で、まあ、もう2つ、うちなわにクラクションは似合わないも、はいはい、いろいろ考えましたよ。本当に、あ、本当にこれはもうちょっとね、はい、移住組の率直な意見だったわけですけど、はい、そうそうそう、だから泣いたってっていうのが、泣いたって、はい、そう、なんかいい歌詞だなと思って。本当、はい、それ私はね、曲と同時に作ったんだけど、どうもね、伊丹哲也とサイドバイサイドみたいなね、なんか土着的なね雰囲気になってしまって、やっぱりちょっとね、よかったんですけどね、これね、はい、ちょっと、はい、まあ、やっつけてくれたのね。まあ、送って日数なかったけどね。ちょっとね、この録音してるんです、ちょっと聞いて。あ、録音したんだ。録音して、まあ、いや録音中あれですよ、この iPhone でただ弾き語りで、はいはいはい、ちょっと聞いていいですか。うん、ちょっと待ってくださいね、忘れてそうなんで、うん、一回録音して忘れちゃったんでしょ。忘れちゃったかもしれない。これ詩をちょっと読んでみます。泣いたってっていう詩なんですね。そうですよ。あ、来た。いやいや、はい、お願いします。特別何かがあったわけじゃない、誰かに傷つけられたわけじゃない、誰かが死んだ日でもない、でもなぜだかなぜだか今夜に限って悲しい悲しい、胸が悲しい、涙が溢れてきます。そんな時あなたの声が降ってきました。これあなたってのはね、お母さんとか、まあ、自分の大切な人ね。泣いたって泣いたって泣いたっていいんだよ、泣いたって泣いたって泣いたっていいんだよ。今私が歩いてる道、何人の人が歩いただろう、何世紀もの間に、まあ、これ1番です。まあそういう感じでなってますよね、はい、2番もあってちゃんと、まあ3番、1番だけでもいいですか今日はね。うん、もちろん、はい、はい、ちょっと曲をつけてみました、はいはい、今ちょっと復習してる感じ、復習してます、ね、自分の作ってる曲を、はい、あ、忘れてしまう。でもまあ詩があると作りやすいでしょ。作りやすいですね、やっぱり、ね、詩が難しいんです本当に。あ、通うかな大輔さんの。お願いします。あ、通う。本当ね、この、はい、やってますよね、なんか塾、あ、塾、あ、文章講座ね、はい、別に詩人講座じゃないから。別に、いや、でも俊太郎さんを生み出そうとしてるわけじゃないから。、ね、宮沢賢治とか、いや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 、なんとなくフィーリングで思い出してくれれば、はい、ちょっとじゃあフィーリングでやってみますね。間違ったらすいません。はい、いやいや、間違ってもそれが歌です。歌です、そうです、まあ、変えていいから。別に、もうじゃあ泣いたって、はい、G です。 G、 はい、じゃあどうぞ。泣いたって聞いてます。はい、誰かに傷つけられたわけじゃない、誰かが死んだ日でもない、でもなぜだかなぜだか今夜に限って悲しい、ああ、悲しい、胸が悲しい、涙が溢れてきます、涙が溢れてきます。そんな時あなたの声が降ってきました。良かったですね。やっぱアコギにピタッとくる、はい、これなんかね、アコギチックって書いてあったんで、そうそう、アコギチック。これ良くないですか。いいです、いいです、なんかね、
泣いたって、うん、泣いたって、はい、泣いたって泣いたって泣いたっていいんじゃん、泣いたって泣いたって泣いたっていいんだよ、泣いたって良くないですか。いや、 やっぱ両方作ると突き抜けるね、はい、気づける。あの泣いたって泣いたって泣いたっていいんだよだけど、はい、最初泣いたって泣いたって泣いたっていいんじゃんとかそういうのが合ってるね、流用さじ。そうですか、間違っただけだ。2回目は泣いたっていいんだよっていう感じ。あ、そうですね、泣いたっていいんじゃない。いいんじゃないました。いいんじゃないってそういう感じの。いいんじゃないっていう方がなんか僕ね、でも、うん、このやっぱり歌詞が良くて、うんうん、最後のまた今私が歩いてる道何年の人が歩いただろう、何世紀もの間に、はい、このまたここがグッときました。この泣いたって後で。ああ、そうだよね。はい。何かが悲しいことがあったわけでもないと。うん、そうです。あったわけではないんだけど、今夜に限って悲しいと。まあね、一人で歩いてるとね。そうなのよ。これじゃあぜひ作ってくださいよ。じゃあ完成させてきますね。そうですね。お願いします。でちょっとふわりも合わせて。ええ、うん、多少変えていいからその、はい、自分テイストにちょっとやってみましょう。自分テイストにあって、はいはい、ちょっとあの1メートル間隔お客さん離れたライブで、狭いとこで発表すると。あ、ね、なるほどね。うん、そうそうはね、はい、いいですよ、そういう感じが。どうで、なかなか良かったね。泣いたって なんかこれもうちの兄クラクションは似合わないという曲もあって、はい、そうです。なるほど。おっ、アルペジオで。綺麗な空を見せたくて君を呼んだのにみたいな感じ。ああ、そうそうそう、そういう感じですね。なんかこんなの作ってみました。はい、はい、本当に作ってみたの。今ワンフレーズだけだけど。いやいや、本当に。あ、作ってみた。はい、ちょっとね、俺ね結構ね、うん、あの NHK のみんなの歌ってあるじゃない。 ああいうの好きなのよ。あ、そっち系ですか。そっち系でもない、あの子供向けではないけど、はいはい、あれほら結構ミュージシャンのパプリカとかね、はいはい、ああいうのもいろいろあるじゃない、はいはい、ちゃんとミュージアーティストが作ってるやつも、はい、これ2番がまたいいですよね。うん、そうそうさあさあいい状態そうなの、そうなのよ、うん、そうこういう辺だったらね、うんうん、まあボコボコかけますよ私は。これいいですよ。これはまた内側にクラクションは似合わない、うん、それは私がまさに感じていることです。最近多いのよ。だからこれぐさっときましたこの歌詞は。あ、そう、やっぱりね、いろいろとなんていうか、うん、あのそういう風に聞いたわけね、うんうんうん、あの来たばっかりの頃は、まあすね、うちなんちゅうはねクラクション鳴らさないんだよって言ってたけど最近結構鳴ってるなと思っててなんかそれはなんかこう経済でね発展していく上にちょっと無理してんじゃないかなっていう感じ。石垣島は鳴ってないです。鳴ってないね石垣全然鳴ってないです。すごいよね。もう5キロで前5キロ走っても全然鳴らさないですから。鳴らさないよね。その辺ああいう感じはいいよね、はい。これはちょっとね、はい、あのそういう移住組のこう思ったままを感じたんで、これも一応書きましょう。これも、はい、作ってきますよ。あ、これ2つね、はい、ぜひ作っていただきたいですね。泣いたっていいですか、いいですか、まあ、ぜひね、はい、これあのあのねレコードにも入れられるように、うん、頑張ってきてください、はいはい、よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあありがとうございます。いやいやいや、その自分たちはあれなんだ、じゃあ C 担当とかは。 C はまた3人で作るんですよ、木山商店だから。バラードができないです、恥ずかしいから。そうだね、恥ずかしいですよこの、うん、あ、じゃあなんだか愛してるとか、うん、いや愛してるみたいな、で恥ずかしくて言えないんですよ。だから今アルバム制作してるんですけど、ね、新曲今曲作りしてて、うん、だからもう一人、あ、なるほど、一人一人歌詞を書いてこう、まあ、恥ずかしくがらずに、だからもう自分が思ったことも、うん、そうだね、その方がやっぱいいんで。あ、曲によってそう詞は担当を決めてなんかね、まあ、なんか持ち寄り、うん、持ち寄りっていう感じにした方がいいんじゃない？あのクイーンみたいに揉めないような感じで、ボヘミアンラプソディーみたいな、うん、見たけど曲作るんですけど、木山商店はあの全部、うん、作詞作曲木山商店やってます。誰かが作っても、誰が作っても、ね、はい、もう、うん、まさにボヘミアンラプソディーの映画みたいな、はい、後半みたいな感じで、僕らもずっと前からそうしててあ、誰が作ったとしてもね、はい、あ、そうかそうか、作詞作曲木山商店ことにしてます。もうそれはいいですね、はい、でも曲によってはこの詞は誰かが書いたってことは、あ、もちろんもちろん、僕らカバーしてるんですよ、刑務所って何曲か、うん、ずっと結構、うんうん、それは全部歌詞も全部やって、あ、そうかそうか、はい、僕らが編曲みたいなっていうかやってます、ちゃんとやってるわけだ、はい、ねえ、すごいな、曲つけること自体はミーティング的につけるわけだ。すぐできます、すぐできる。あとふざけた曲は5分でできます5分あれでしょ、あれは
ダンダンダダダン大事マーダンダンダダダン大事マーわかるじゃん安全大事大事マーめっちゃわかるじゃないですか。だから聞いたじゃないあれ大事マー歌うねあでしたそう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 あのコード G マイナーで転調 G だよねって聞いてそうそうねねねねあ歌詞忘れた時は近いタック父さいでは神様に年の幸せ祈ってバードスーツで変身だ家族の平和のためさあ大事お歌いながらエンディングですエンディング安全大事大事マンもうやってないですけどね見逃し配信がありますからはい、大輔さんの部屋ゲストはりょうさんでさん大輔の部屋りょうさんです納期ゆくの僕らの大輔さんだ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 ん大輔さんだ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 ん大輔安全だなんでだよ大輔大輔ありがとうございました。